はい、ハンマ家の本家のハンマ巌先生です。人間の上の生物ですね、が本物の貴族で、地球上では私が存在しません。でね、人間はね、博士号を取って学歴があったとしてもね、テレパシーでカンニング入れて学校を卒業してるんで、義務教育も卒業してないんですよね。博士号を取ってる人間誰一人、みんななテレパシーでカンニングしてね、虫になって勉強してね、卒業してるだけですね。テレパシーで相談してですから、相談する相手がまだいればね、当然、勉強はできるわけですね。だけども自分一人で覚えられてないんです。だから小学校もカンニングして、テレパシーでカンニングしてる、卒業してるんで、義務教育も終わってないんですね、人間の博士号は。だから結局八百長なんですね、全部人間の学歴はね。私はちゃんと勉強してますけどね。そういうことで、何でも人間っていうのは八百長でね、困った話でね。で、人間この地球を荒らすし、これもう誰も住めなくなっちゃうわけですね。自分たち楽に働いて遊んでばっかりいられてね、人間たちね。それでね、誰も住めなくなって全部全滅しちゃうわけですよ、生物が。このままだと人間がめちゃめちゃに荒らしてるんでね。で、人間をどんどん処分しないといけないわけですよ。それで私がね、上の生物が力ついたり金持ちになってくるとね、人間たち処分するのは当然当たり前でね、絶対守りませんから、縄つけてね、置いとくことすらね、危なくて暴れ回るんでできないんですよ。ね、で意味ないじゃんなんて言って、私がの、あの金かお金稼ぎ投資なんかで稼ぎそうになると、すぐそういうのは人間たち、私が力ついてきた、くれば当然人間たち処分していきますからね。人間たちどんどん死んでいくわけですよね。意味ないわけですよね、人間たちにとっては。しかし地球に住む生物にとっては意味があって、その悪いものを処分して地球を守るということですね。で、生きるということですね。それ人間たちはもう、そのどちょっと長く楽に生きれられたらいいやと言っときだろうとね。そうやって公害ばっかし作ってます。中国もひどいですね、公害ばっかし作ってね。大事な地球を汚染したらどうされちゃ困るわけですよ。地球は住めなくなるわけですね。で、ちゃんとね、仕事全然しないんですよ、人間はね。それで、また奴隷作ってるんで、人間たちはね。働く人は働いてますけども、働いてる人は奴隷なんで、そういうね、人間たちの動きを征伐する人はやっぱりね、攻撃してきますから、そのね、人間の奴隷たちがね、そういう教育を受けてますからね。だから大変なわけですね。で、私地球人一人しかいませんからね、そういうのが正すということが本家の仕事なわけですね。で、私以外誰も本物の貴族いませんから、誰もやりませんからね、私の上の力でやるしかないわけですよね。で、まず、アマゾンさん、ビル・ゲイツさん、投資家の3位ね、の億万長者はまずコストということで頑張って、当然、越せばね、やっぱり私も力ついてきますからね、人間悪いのを徹底して処分していきます。ね。ということでね。で、まず子供規制ですね、質の悪い、ね、人間は産んじゃいけないってね、殺して処分じゃまずいからね、ちゃんと遺伝子上しっかりしたものしか子供が産んじゃいけませんよとかね、
病気はダメですよとかね、そういうような規制して人口を減らしましょう、10分の1に減らしましょう、それで綺麗な生物だけにするということですね。処分殺すというのは私のやり方はそういうやり方です ね。子供を規制で清潔で綺麗な健康な、ね、生物だけを地球で生きるようにするということですね。人間のこの人口の中でも汚いのばっかしですよね。エイズみたいなのばっかりいますからね、人間はね。がんの子供を持ってたりとかね、そういうの全部処分しましょうということですね。で、仕事をちゃんとするものしか生きちゃいけないと、地球ではね。というふうにして、正すって本当の役所の仕事をしないといけないということですよね。私はそういうことで日夜仕事しておりますのでね、ご了承ください。今回 YouTube の方でテレビ規制してみんな嫌われるのは当たり前でね、こういうふうにちゃんとした正しい方法をちゃんと仕事してもらおうと、地球でね、で綺麗にしてもらおうということが重要なんですね。ね、でそういうことでね、私が記録で特に注意して仕事してます。